この程度の鉄格子、なんで壊せない？落ち着け、ノア。力を制限された今の僕たちに壊すことはできない。何度も試したろ。落ち着いてなんていられるか。これを壊さないと、ここを出ないと、ミオは。意外とおとなしいな。牢を破壊する算段でもつけているかと思っていたが、それとも圧倒的な力の差を見せつけられ、すでに定感したとか。何しに来た？ミオはどこだ？あの女ならすぐそばの牢にいるよ。名前でも呼んでやったらどうだ。声ぐらいは届く。なるほど、未だ希望を捨てずにいるか。さっき余興を思いついたと言ったろう。それがどうした？成人の儀だ。察しがよくて助かる。あと一月、食の日に、あの女の命はその刻限を迎える。盛大にキャッスルを上げて成人の儀をしてやる。どうだ、素晴らしいだろ。なんと素晴らしい余興じゃないか。おっと、大事なことを伝え忘れていた。命の再生については知っているが、だが例外もある。成人の儀を迎えた者の命は再生される。貴様！無力だな、滑稽なほど。今のお前たちの力は一介の兵士にも及ばない。こんなただの鉄の棒ですら曲げることができない。お前たちはどんなにあがいてもここから出ることはできない。悔しいか、口惜しいか、それが限界なのだ。思いや夢などというものにすがった愚か者の末路なんだよ。現実という力の前に屈服した敗者なんだよ。なんで、なんで、なんで！もうやめろ！拳がイカれちまうぞ！構うもんか！ここから出ることができるなら、こんな拳なんか！もういい！やめて！ミオ、そこにいるのか？心配しないで、私大丈夫だから。覚悟はできてる。たとえここから出られなくても、私の思いはみんなに渡せたって、それだけは叶ったから。だから大丈夫。
なあ、なんであいつらノアとミオに似てんだろうな。知るかよ、直接聞きゃいいだろ。私たちは死ぬとゆりかごで再生される。もしかしてそのことと関係ある？同一人物ってそんなことがあるのか。わからん。だとしてもなぜこんなことをする？こんなことをして何か意味があるのか。僕にはまるで楽しんでいるかのように思える。そういや、どのメビウスも命を奪ってる時は妙に楽しそうだったな。本当にそう思う？楽しいことしてるやつは笑うもん。あいつ何か悲しそうな目してたもん。バカ言ってんじゃねえ。やつはメビウスだ。俺たちの敵だ。マジで無力だな。こんな鉄格子一つぶっ壊せないなんて。人の力で壊せたら牢屋の手をなさないだろ。当然じゃないか。私たちのしてきたことって無駄だったのかな。無駄なんかじゃない。ノア、思いは渡せたんだ。最初よ、ゲルニカに命の長さが6倍って言われてもピンとこなかった。10年で成人じゃダメなのかよって。今はちょっとでもいい時間が欲しい。何をしている？あ？なんだてめえかよ。どこに行くつもりだ？どこって決まってら。許可することはできん。だと？長老として命ずる。部隊を戻せ。なもんクソくら。今キャッスルが限界態勢にあるのは出てきたお前が一番よく分かっているはずだ。ケベスの時のように混乱に乗じて奇襲するのとはわけが違う。救われた恩義は果たさなきゃなんねえ。時間がねえんだよ。死にに行くようなものだと言っている。あ、ノアたちは我々に託したんだ、思いを、未来を。それがわからないのか。お前は。
ないや。何の用だ。ちょっとした報告。報告？あんたたちの仲間が消える日、なんだっけ、成人の儀？その日に私も殺してもらうことにしたよ。じゃないよ、その瞳。そ、ここの兵士たちの仲間入りってわけさ。あの子は永遠にこの世界から消える。でもこの私は再生される。こんな私が。あんたそういう顔するんだね。いいよその顔。次は私もそんな顔できるようになるのかな。消えろ目障りだ。消えますよ言われなくても。あんたの仲間と一緒にね。分かってたんだ本当は。シャナイアの様子がおかしいって分かってたのに。私自分と同じだって思いたくなくて。同じじゃないよヒオちゃん。ちゃんと見ていたよ。セナが頑張ってるの。何度も何度も助けられて支えられて、だからここまで来れた。セナってとっても自分に厳しいよね。だから今の自分に満足できなくて足りないって思っちゃう。うん。でもね、私にとっては十分だった。多分みんなにとっても。うん、うん、今ならそれわかる。ごめんね。またすぐ謝るのダメって言ったでしょ。うん、ごめん。大丈夫、諦めないで。時間は私たちの味方だから。いよいよ明日か。送り人ってさ、声届けるだろ。俺さ、声は命は楽器と共にいつもこの手の中にあるって思っていた。目をそらしていただけなんだ。届けることはできても救うことはできないって知っていたはずなのに。目の前の命がこの手からこぼれていくことがこんなにも辛いだなんて。何やってんだろうな俺。今夜は月見えないね。でも星の光すごく暖かい。見よう。ねえ、初めて出会った頃、生き延びたいかって聞いたよね。ああ、私どっちでもいいって。ああ、あれ訂正。私生きたい。生きてもっといろんなことを知りたい。ノアといろんなものが見たい。やっと
を名前で呼んでくれたな。そうだね、ごめん。名前で呼んだら気持ち折れちゃいそうだったから、私の正直な気持ちだったから。ミオ、でもね、そんな気持ちにさせてくれたのノアなんだよ。だから何もやってないなんて言わないで。ノアからたくさんの思い届いたんだから。ミオ、私ここで泊まりたくない。もし許されるのなら、もしこの先も道が続いているのなら、私のノアと二人で歩きたい。今より遡ること一千の昔、一人の送り人によって聖人の儀は始まりました。ここアグヌスでもこれまでに999の命が私のもとへと帰ってきました。喜ばしいこと、皆はそう思っているのでしょう。ですが私にとっては悲しみなのです。私は私より生まれた命のすべてに帰ってきてほしい、常にそう願っているのですから。命の期間は、ご大層な演説だな。あれも機械仕掛けなんだろう。モニカの話通りならね。あんなもののために今まで私たちは、どうせまがいものなんだ。機械だろうが生身だろうが必ずぶち壊してやる。この後私らも殺されるんだろうな。まあな。そんでまた再生されて、あの毎日の繰り返し。もっと先まで行きたかったな。まあな。鍵はゴンドウたちに託した。それでよしとしよう。
思いは渡せたものね。あとはシティのみんなが。貴様ら静かにしろ。このものは私へと帰るみんなの心に永遠に生きるのです。こんなところで諦めるも諦めたくはない。だけど出ないんだブレイド。だったらせめてミオを静かに送って。はあ、出なくて当然も。ノアはまだラッキーセブン抜いてないもん。うんと前にどうにもならなくなるとき、本当に必要なときが来るって言ったもん。覚えてるよ。きっと今日がそん時も最後の最後の最後のそん時まで諦めちゃダメも。リク、ミオちゃん。は？ミオ！ミオ！拾え。送り人だろ。送れよ。どうした？送ってやれよ。それが役目だ。お前のミオだ。ありがとう、ノア。いいよ。